例女子ツアー、エビアン選手権第2日22日フランスエビアンリゾート GC、6527ヤード、パー71、賞金総額650万ドル、約8億7750万円、優勝100万ドル、約1億3500万円。第2ラウンドのプレー中、4番ホールから5番ホールに、大会スタッフが運転するカートに乗って移動していたところ、 前方右手から来た選手や関係者を乗せる番にカートが衝突してしまったという。身構えた西郷に大きな怪我はなかった模様だが、同乗していたキャディがカートから放り出された。西郷はその後、5番から9番まで4ホール回った。ホールアウト後、大丈夫です、と気丈に振る舞った。今日はいろいろバタバタすることがあって、あんまりプレイに集中できずに終わってしまい。 もったいなかったと思います、と振り返った。メジャーの大会しきってる組織の一部なら遅れた理由や事実確認を突き止めてそれに従った措置をしなさい。選手やキャディのせいで遅れたわけじゃないんやから。自分ら運営が一番偉いと勘違いしたらあかんよ。最近そういうのばかりだからがっかりさせないで。怪我のないことを祈る。プレー遅いとかひどいね。 もともと同組はプレーが遅かったが、事故で前の組からさらに遅れたこともあって、競技委員から警告を受け、監視される中でラウンドした。西郷は、集中できなかった、と悔しそうな表情を見せた。大会担当者は、事故を把握していない、とした。西郷は通算2アンダー、ホールアウト時点では首位と9打差の35位。予選通過を確実にした。 試合を観戦している国内ファンは、ソーシャルネットワーク上で以下の個人的な意見を持っていました。スロープレイで競技委員がついているんだから。キャディなり同組の人間なりがペナルティがつかないよう委員に事情報告するだろう。把握していないはわけがない。大会スタッフって身内が事故を起こしたのを叩かれたくないから知らぬ存ぜぬかせめて、あったかなかったかくらい把握しろよ。 向こうの準備した手はずで選手がアクシデントに見舞われるなんて、完全に運営側に火があるよ。せっかく国内ツアーでも校長を維持しながら海外遠征で腕を磨いてたのに、最郷選手の体調への影響がすごく心配だな。こんなのは運営側の過失ですよ。そんな危険な交差地点で何もアテンドしていない運営が愚かすぎる。 選手生命に及ぶような怪我があったら誰がどう責任取るの責任なんて誰も取れないのにビデオをご覧になっていただきありがとうございます。LIKE して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。